皆さんこんにちは、さきです。ちょうどこの動画で300本目になりました。こうやって言ってみるとちょっと改めてすごいなと思いましたね。300本も撮ったんだっていう感じですね。本当に全然そんな実感なくて、まだ100本ぐらいの気分なんですけど、ちょっとそんなに YouTube を投稿してたということで、今回の企画はファンのみんなに過去動画で人気投票してもらいたいと思います。今からインスタのストーリーの方で、お先日記で一番好きな動画なんですかっていう質問をして、みんな答えてくれるわけじゃないですか。でそれをママが集計してトップ5まで決めてもらいたいと思います。そう、私は何にも見ないで、お先日たちが選んだ動画を私が当てるっていう企画でございます。はい、人気の企画とかちょっと私結構わかるんですよね。結構私コメントとかよく見るので、ちょっと私おさきーずのこと結構分かってるんじゃないかなって思いますね。1位から5位までもうぴったり合ってたら1万円差し上げます。え、マジで1位から5位の中に3個その動画が合ってれば3000円差し上げます。え、これは順位とかも関係ない？順位とかも関係ない。で5個選んだ中の3個入ってたら3000円。待って、ちょっと1万円はちょっとさすがにちょっと厳しいかもしれないけど、300本も出してるから3000円なら余裕じゃない？多分1万円狙うんですけども、3000円の方も狙っていきたいと思います。それでは早速アンケートの方を取っていきたいと思います。それではどうぞ。ということでやります。はい、投稿しました。お、早速みんな見てくれてますね。あ、ちょっと待って、こっから私見ちゃダメなので、ちょっともう携帯をママに託したいと思います。はい、ということでママの集計が終わったらまた動画撮りたいと思います。はい、ということでママのね集計が終わったみたいなので、早速当てていきたいと思います。はい、じゃあまず1位から当てていきたいと思います。やっぱりちょっと5位とかはちょっと難しいと思うので、私1位の候補があって、24時間企画がドッキリなんですよ。お先日記の中で再生回数一番多いのドッキリ10連発なんですよね。でも24時間企画も結構人気で、結構またやってほしいみたいなコメントとかすごい多くて、これは悩ましい。じゃあいきます。1位は春鬼ドッキリ10連発だと思います。で2位はうーちゃんの真似をして24時間過ごすやつが、なんかコメント欄とか見てると、今までの先人気の中で一番面白いみたいな書いてるコメントとか結構あったので、ちょっとそれじゃないかなと思いましたね。でもそれが最近上げたやつだからどうだろうなと思って2位にしました。3位からもう分かんないって。3位は春尾と手錠生活だと思いますね。なんかやっぱりちょっと昔の動画だと覚えてない子たちがちょっといるかなと思ったので、割と最近あげた春尾と手錠生活が3位にしておきます。もう4位とかマジ分かんないって。あるあるとか、なんだろう、待って、もう企画がマジで思い出せない。じゃあ学校あるある学校あるある4位で、5位はなんだろう、最後は24時間かな。あ、はい、あ、24時間一食生活でお願いします。はい、全然自信ないな。いいですか、じゃあ。はい、それで、はい、あ、ちょっと待って、学校あるある変えようかな。お兄ちゃんがなんかヒント出してたよ。うーちゃん何分かった。で今忘れて、みんな1位が、ちょっと待って、1位が、うーちゃんの真似生活。で、2位が、おさくのダンス、キューディスラブのダンスの動画。で、3位が、春鬼ドッキリ10連発。で、4位が、手錠生活。5位は、春鬼とご報告みたいな動画で出したダンスの動画でお願いします。では、1位から発表しますね。はい。1位は、うーちゃんって24時間生活。1位入りました。やっぱちょっとこれ人気だったから入ってるかなと思ったけど、やばい、いい調子ですね。はい、次2位はさくらちゃんとダンス。これワンチャン悪くない？待って、変えてよかった。3位はドッキリか。はい、春鬼ドッキリ10連発です。本当に？ちょっと待って、やばくない？本当に一切何も見てないの。大変だ。やった。次4位、4位、手錠生活ね。はい、24時間サファー生活。
確かにソファーも結構好評だった気がする。では次ですね、はい、5位。待って、5位書いていいですか。あの24時間目隠し生活でいいですか。はい、5位、はい、Amazon 1万円です。ほんとに？Amazon 1万円分が5位。はい、300本撮ってて、あのね、結構抽象的なものが多かったんです。24時間企画とかドッキリとかあるあるとかがもうほとんどだったんですね。ちょっと具体的なことを書いてくれてる人の中から集計したんです。その結果がこの1位から5位まででした。Amazon とか購入品紹介とか入ってるのびっくりした。結構購入品紹介多くて、何が一番みんな好きなのかっていうのが本当に今まで全然分かんなかったんですけど、そうだからやっぱり私のファンの子だけが私の動画見てるってわけじゃないので、やっぱり再生回数順じゃなくて人気度は、こういうね感じがファンの子が人気なのかなって思いますね。じゃあ再生回数からだと誰が見たとか絶対分かんないので、普段みんなどういう企画好きなのか分かんなかったんですけど、ちょっとこの順位も参考にしてね、今後撮っていきたいと思いますね。で、ゆうちゃん1位だよ。そう、結構最近じゃないですか、うーちゃんのマネーの24時間のやつって。なのにもう110万再生とか言ってた気がするんですよ。だから結構人気かなって思いましたね。だって最近なのに入ってるってすごくない？コメント欄とか見てるとこの動画一番好きみたいな子が結構多くて、だからちょっとこれ1位かなって思いました。3000円分やばゲットですね。絶対当たると思ってなかったでしょ。絶対当たると思ってなかった。めっちゃ嬉しいです。はい、っていう感じ。はい、っていう感じでした。アンケート書いてくれた皆様ありがとうございました。まあ、これからもみんなが楽しいと思ってるくれるような動画作っていくので、皆さんぜひぜひチェックお願いします。300動画達成ありがとうございます。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。ゆうちゃん、あします。